位置についてよーい。行くぜ。はい。もう私が最後に全員ごぼう抜きしてやろうと思ってたのに、ユキのおかげでぶっちぎりになっちゃったじゃないの。素晴らしい走りでしたね。陸上部が自信喪失しなければいいのですが。にこやかに言うことじゃねえよ。おかげで俺たちの変態性がまた高まっちまう。まあ今更という気もするけどな。この町には今日着いたばかりでして、右も左も分かりませんの。コロンビア人の友人。僕らは父の在所で、父と僕、それにロベルタの3人で静かに暮らしていたんだ。遊び相手のあまりいない僕にロベルタは遊び相手になってくれ、奴らが来たんだ、父を脅しに。僕よりもずっと早く彼女はそのことに気づいた。連中がやってくるのを察知した瞬間、彼女は固まり、僕はいつもと同じ力で彼女を倒そうとしたんだけど、でも彼女の腕はまるで鋼のようだった。ロベルタはいつもわざと負けてくれてたんだ。彼女には弱いメイドのふりをしなくちゃならない理由があったんだって、その時分かった。しかもそれだけじゃない。こいつはとびきりの狂犬だよ。女、てめえに用がある。おかしなメイド姿の女が一人、コロンビアマフィアの居場所を嗅ぎ回ってると聞いたんでな。ハリウッドの時代劇でしかお目にかかれねえイカれたなりだ。そんな服で街中歩いてりゃどんなバカの記憶にも残るわ。俺たちをここへ呼び寄せたのは何が目的だ。貴様何者だ。見つけていただくのがこちらの方位にございます。マニサレラカルテルの方々でございますね。私めはラブレス家の使用人にございます。お聞きしたいことがいくつか。失礼ながら少々ご無礼を働くことになろうかとも。おい聞いたかよ、ご無礼を働くぜよこの野郎。どうするってんだよ姉ちゃん。手加減の方はできかねますので、一つご容赦を。ではご堪能くださいまし。くたばりやがれこの黒連射の猟犬め。くそ。